世界文学とは世界の各国の国民文学のすべてと作品をその生まれた国を超えてより広い世界の財産としようとする場合に使われる表現である。かつてはこの表現は西ヨーロッパの傑作について使われていた経緯がある。しかし今日の世界文学はますます国際的な文脈で見られるようになってきた。現在読者は様々な翻訳で 幅広いグローバルな作品に接することができるようになってきた。多くの学者は、ある作品を世界文学とみなすのは、その生まれた国を超えてどのくらい読まれているかであると主張している。例えば、デビッド・ダムロッシュは、作品は最初に文学として読まれることによって、次に、その言語的及び文化的起源を超えてより広い、世界に行き渡ることで、という二重のプロセスによって、 世界文学に組み込まれると述べている。同様に、世界文学の研究者ベンカットマニは、文学の世界化は、主に印刷文化の発展によって生み出された、情報伝達によってもたらされると考えている。図書館の出現により、出版社とその本を販売する書店、これらの本を手にする市民、それを購入することのできない人たちにもそれを読む、機会を提供する公共図書館は、 世界文学の形成されていく過程の上で非常に重要な役割を果たしている。世界文学という用語はクリストフ・マーティン・ウィーランドによって最初に使用されたものである。クリストフ・マーティン・ウィーランドは世界文学とは世界人のための文学であると取り返していた。これに対してヨハンボルフ・ガング・フォンエーテは1827年彼の冊子芸術と古代についての中で 世界文学の概念を用いて、非西洋起源の作品を含むヨーロッパにおける文学作品の国際的な流通と需要を説明している。弟子のヨハン・ペーター・エッカーマンが1835年にゲーテとの対話のコレクションを発表したことで、この概念は広く使われるようになった。ゲーテは中国の小説やペルシアとセルビアの詩を読むときの興奮は彼自身の作品が海外、 特にフランスでどのように翻訳され議論されているかを知る喜びと何ら変わるものではないとエッカーマンに語っている。彼は1827年1月に将来世界文学が国民文学にとって変わり文学の創造性の主要な様相になるとの予測を残している。私は死が人類の普遍的な財産であり、 何百人もの人々において、どこにでも、いつでもそれ字が明らかになっていると、ますます確信するものである。だから、私は外国で自分のことを見るのも、みんなに同じことをするように助言するものも好きだ。現在、国民文学というのは意味のない表現になり始めている。世界文学の時代が近づいており、誰もがそのアプローチを早めるよう努力しなければならない。 世界文学を基本的に貿易と交換のプロセスと経済的に理解してカール・マルクスとフリードリッヒ・エンゲルスは共産党宣言でこの用語を使用してブルジョア文学作品のコスモポリタンな性格を説明し次のように主張している国の生産によって満足された古い欲求の代わりに私たちは新しい欲求を見つけ彼らの満足のために 遠くの土地と気候の産物を必要としている。そして資源においてそうであることは知的生産においても同様である。個々の国の知的創造物は共通の財産になります。国の一方的性と偏教さはますます不可能になり、数多くの国や地方の文学から世界文学が生まれてくる。マーティン・プフナーはゲーテは 文学の新しい世界史上によりもたらされた世界文学の鋭い感覚を持っていたと述べている。この史上ベースのアプローチは1848年にマルクスとエンゲルスがかの共産党宣言で心を見ていることでもある。共産党宣言は4カ国の言語で出版され、ヨーロッパの複数の国で配布されて、以来20世紀で最も影響力のあるテキストの一つになった。 マルクスとエンゲルスはゲーテに習って世界文学を現代または未来の現象とみなしていたが1886年にアイルランドの学者 H.M. ポネットは世界文学は現代の国民文学が登場するずっと前にローマ帝国などの古代帝国で最初に生まれたと主張している今日では一般に世界文学は 世界中の読者のために書かれた現代文学を含むすべての時代の古典作品を包含すると理解されている。第二次世界大戦の後、アメリカ合衆国では、比較文学と世界文学の研究が復活した。比較文学は大学院レベルで考えられ、世界文学は学部の一年目の一般教育クラスで教えられた。講義の焦点は主に、 ギリシャとローマの古典と主要な現代の西ヨーロッパの大国の文学にあったが1980年代後半と1990年代初頭の要因の組み合わせは世界へのより大きなアクセスにつながるものであった。冷戦の終結、世界経済のグローバル化の進展、そして移民の新たな波は世界文学の研究を拡大するためのいくつかの 努力につながった。この変化は、1956年に初版が西洋と北米の作品のみを特集した、ノートン・アンソロジー・オブ・ワールド・マスター・ピースの新しい拡張版への拡張によって示されている。ロングマン、ベッド・フォード、ノートンによって出版されたものを含む今日の主要な文学全集は、数十カ国からの数百人の作家を網羅している。 世界文学という看板の下で研究された諸文化の連なりが爆発的に成長してきたことは世界文学という分野を定義し研究と教育のための効果的な方法を提案するための様々な理論的試みに刺激を与えてきた。デビッド・ダムロッシュは2003年の彼の著世界文学とは何かにおいて世界文学は膨大な作品のコレクションではなく 流通と需要の問題であるという解釈を示した。彼は世界文学として反映する作品はうまく機能し翻訳を通じて意味を得る作品なのではないかと提案した。ダムロッシュのアプローチは個々の作品をよく読むことに結びついたままであるが、スタンフォード大学の評論家フランコモレッティは 世界文学に関する推測を提供する二つの記事でダムロッシュとは異なる見解を示した。モレッティは世界文学の規模が従来のクローズリーディングの方法で把握できるものを超えているとという考えで代わりに出版記録や国の文学史から識別される大きなスケールでのパターンを見る遠隔読書のモードを提唱している。モレッティのアプローチは進化論の要素と イマニュエル・ウォーラーステインによって開拓された世界システム分析を組み合わせたものであり、それ以来、エミリ・ー・アプターが彼女の影響力のある著書、翻訳ゾーンでさらに議論したアプローチである。彼らの世界システム論的アプローチに関連しているのは、フランスの評論家、パスカル・カサノバの世界文学空間、文学資本と文学革命、ラリ・パブリク・エメンジア・ロ・デスレトラ。 1999年、翻訳は、藤原書店2002年である。社会学者、ピエール・ブルデューによって開発された文化的生産の理論を利用して、カサノバは、社会学者、ピエール・ブルデューによって開発された文化的生産の理論を利用して、世界文学としての認識を達成するためには、終焉の作家たちの作品が、どのようにして、大都市の中心に流入してこなければならないかを、 研究している世界文学の分野は議論を続けており、ガイアトリチャクラボルティスピバクなどの批評家は翻訳における世界文学の研究が原文の言語的豊かさと作品が原文の文脈で持つ政治力の両方を滑らかにすることが多すぎると主張している。それどころか他の学者は作品が海外で新しい次元と新しい意味を帯びているとしても、 世界文学は元の言語と文脈においてこそ最新の注意を払って研究することができ、研究すべきであると強調している。世界文学シリーズは現在中国とエストニアで出版されており、理論と教育学に関する1ヶ月にわたる夏のセッションを提供する新しい世界文学研究所は2011年に北京大学で最初のセッションを行い、その後は 2012年にイスタンブールのビルギ大学で2013年にはハーバード大学で開催された。2010年代以降、世界文学研究の着実な流れは世界文学の歴史と現在の議論の研究のための資料を提供してきた。研究論文の貴重なアンソロジーには以下のようなものがある。個々の研究としては以下のようなものがある。インターネットは 世界文学の全地球的な規模での流通のための媒体を提供し、多くのウェブサイトは現在世界中の聴衆が世界の文学作品を視聴することを可能にしている。ウェブサイトワーズウィズアウトボーダーズは世界中のフィクションと詩のセレクションを提供し、アネンバーグ財団はボストンの公共テレビ局 WGBH が制作した野心的な インビテーションツーワールドレテラチャーという13部構成番組の DVD、ウェブシリーズを作成している。主要な世界文学の全集には背景情報、画像、および国際的な著者に関するリソースへのリンクを提供するウェブサイトが用意されている。グローバル志向の作家自身はますますインターネットのための作品を作成している。セルビアの実験家ミロラド・パビッチは 早くから電子的な創造と読書の可能性の支持者であった。パビッチは主に印刷ベースの作家であり続けたが、ヤンハエチャンヘビーインダストリーズとして知られる韓国系アメリカ人の二人組は多くの場合いくつかの言語で完全にインターネット配信のために作品を作成している。アメリカの出版社は世界文学の作品を出版することに二の足を踏んでいる。 ナショナルインダーメントフォーザ t for the Arts l i t e の調査によると1999年に米国で出版された1万3000冊の小説都市のうち297冊の翻訳された本だけが米国で出版されたものである。2019年の時点で米国で出版されたすべての本のうち3%だけが翻訳された作品であり、イタリアでは 翻訳が出版されたタイトルの50%以上を占めている。世界文学を専門とする文芸雑誌の中には、ノイシュタット賞を講演するワールドリテラチュアトゥデイがある。ありがとうございます。